今日はですね、背中のトレーニングをやっていきたいと思うんですけども、ハイリップスのね、日にしていきたいと思います。まあすごくシンプルな動きにはなると思うんですけども、まあ、その中にもですね、隠れた技術いろいろ使っていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。その前にね、まず BCA とちょっと見せれないんですけど、こう見えるかな、たくさんサプリメントをね、摂取していきます。20分後スタートです。はい、では早速まずはね、チーニングからやっていきたいと思います。いつもは上のバーを使っていくんですけども、今日はオリンピックシャフトをね、ここにぶら下げてストレートバーでやっていきたいと思います。まあ足もね、近いんでできなくなってきても、少しね、足の反動を使ってでも回数詰めるんじゃないかなと思います。目標回数は15回以上です。方法としては SSC をね、使っていきたいと思います。ストレッチショートニングサイクルですね。伸展反射を使ってより筋肉のね、モーターユニットを使っていくといった感じなんですけども、まだまだ私としてはですね、使いこなせてない部分ではありますので、その練習も入ってやっていきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いします。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。無理やりの20回って感じです。まあ SSC はね、こんな感じで本当テンポよくやっていきます。一気に体がね、熱くなりました。まず1セットやったんですけども、とりあえずもう1セットやっていきたいと思います。では2セット目やっていきます。強い手幅は80センチ中指でやってます。今何回やったか正直分かんないや。10回ぐらい、10回ちょいやったかなと思うんですけども、2セット目はね、もう全然ですね。ただこれはしっかりと筋肉をね、動員したっていう証拠でもありますので、まあ、まずまずいいトレーニングできたんじゃないかなと思います。今こちら2セットやったんですけども、今度はアンダーグリップ、こちらもね2セットやっていきたいと思います。同じく今日はね、SSC でやっていきます。まあ、アンダーのね、SSC で実は今日初めてやるので、どんな感じになるかわかんないんですけども、まあ、今日はね、いろいろ自分のトレーニングの実験も兼ねてやっていきますので、ご参考にしてください。はい、では次はですね、アンダーグリップのチーニングなんですけども、まあ、これはね、体を沿って、こう、溝落ちをね、こう、つけるように上げていくっていうのが一つのポイントになります。ワイドでは握っていくんですけども、極端な幅広ではなくて、80センチに、私の場合は人差し指でやっていきます。じゃあ、親指はね、アンダーグリップでしっかり回していきます。この状態でいきます。よし、じゃあいきたいと思います。7回ですね。最後に1回はちょっと足をね、キックを使ってやっていきました。いやもう全然使うところは違う、本当に肩甲骨のこの下のここのラインですね、めちゃめちゃ来てます。同じチンニング系なんで、1セットずつ、オーバーハンドの普通のチンニング1セット、アンダー1セットでも本来いいと思うんですけども、まだね、こうセット数を減らす恐怖があって、まあそれでもね、まあ2-2っていう感じはやっていきたいと思います。アンダーもあと1セットやっていきます。ごめんなさい、今ね2セット目やったんですけども、録画ボタンがね、押せてなかった。すいません。かといって、ちょっともう1セットね、やる余力はありません。ちょっとね、やっちゃったんですけど、このチンニングって、やっぱ自重じゃないですか。
だ体重重い時はね負荷は重いし、まあ、少し減量が進んできてるんで、まあ、負荷はね軽くなってる状態です。なのでまあ多少ねセット数多くともできたんですけども、メインセットで2セットもやればほんと十分なんで、3とか4とかねやらなくていいと思います。今個人的にはねすごいしてます、このねタンクトップの下がね来てます。はい、あとはローイング系をねちょっとやっていこうかなと思います。まあ、ローイングも今日は重量使わずね、しっかりと回数を積んでいきたいと思いますので、ぜひご参考にしてください。はい、ラストはですねベントオーバーローイング系はですね2種目コンパウンドセットで連チャンでやっていきたいと思います。最初は僧帽筋中央でやって、最後は広背筋ですね。広背筋の伸展作用ですね、こうグッと下げる動作を利用しながらのベントオーバーローイングをやっていきます。昨日が足やったんですよ。でかなりね背中、脊柱が疲れているので、今日はこのベンチですね、傾斜を使って背中の脊柱起立筋をあまり使用しない、負担をかけないようにですね腰を痛めないようにやっていきたいと思います。腰痛い人はねすごくいいと思いますので、ぜひご参考にしてください。ではやっていきます。こんな感じで2種目連続やっていきます。伸展の時にはさらに内線を加えることによって、まあ、解剖学的にはですね強い作用を加えることができるんですけども、私は内線をあんまり強く入れるとなんか効きが悪くなってしまうんですよね。なので内線を入れないわけではないんですね、内側に入れないわけではないんですけども、伸展の方をより意識してやっていきたいと思います。まあまだまだね私の使い方が悪いのかもしれないんですけども、まあ、そういう風にね自分の体幹もうまくですね感じ取りながらトレーニングやっていくとより良いと思います。で2分後いきます。はい、以上で今回背中のトレーニング終了になります。いや疲労がね溜まってて結構きつかったですね。やっぱね前日足やってからの背中って結構しんどいんですよ。まあそれでもね最低限できたんじゃないかなと思います。例えばある程度ね中重量とか超重量で重量扱う時なんかは、最後の伸展はまあこうやってねベントバロイングではなくてデッドリフトを私は好んで入れています。広背筋に効かせるデッドリフトっていうのは私の中ではマストな種目ですので、すごく大好きで入れているんですけども、こういう回数の時はちょっとイマイチなんですよね。なぜかというと広背筋に効かせるデッドリフトって重量があるから効くっていうところがあるんですよ。ただ回数を積むためには重量は使えない、つまりまあそういう時はちょっと不適切かなという結論で私はダンベルを行っています。いやもう本当にもう今日はお疲れです。はいまあ最後ね体のチェックしていきます。まあすごいまだまだブヨブヨですけど、今現在ねケトジニックで2キロちょっと落ちてるんですけども、まあこんな感じです。お腹もね、いまいちかな。ちょっと背中のチェックしていきましょうか。
今回は背中の、ハイリップスのトレーニングということでご案内していきましたが、またねリクエストがあればあのそれに向けたトレーニングを公開していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。私のこのビデオではトレーニング、栄養、サプリメント情報を中心に公開しております。もしこの動画楽しかった、気になった、もっと見てみたいと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とそしてグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真さん、美女課長河本さん、熊木あさみさんなどのトレーニング様子はインスタグラムにてアップしております。よかったら見てください。昨年の12月13日に発売した腹筋大全、こちらなんですけれども、腹筋トレーニングをですね全てお写真にて公開しております。すごくね参考になる一冊に仕上がりましたので、よかったら見てください。今回もありがとうございました。